もともとちっちゃい頃から絵描くのが好きで、でなんか親とかに、まあ、将来は美術系に行ったらって言われてたので、足北にみんなで泊まりに行ってワイワイするっていう行事がありました。楽しいです。あ、もう資格研修の時みんなもう名前分かっててめっちゃ仲良かったです。うちのクラスは例えば自分で動画を作ったりとか出たい気持ちもあるんですけど、どっちも作るのも編集するのも楽しいので、まあ、どっちもできる時はどっちもしたいなって感じです。地域プロジェクト実習っていう授業なんですけど、外部の講演家の方と一緒に講演の問題を解決するっていう内容で3学年合同でやった授業ですね。すごい緊張しました。で、あの花火とかやっちゃいけないイメージあるじゃないですか。でもなんか実は申請すれば全然やってよくて、でも申請ってなんかちょっと難しそうな感じがするので、そのハードルを下げるようなものを作りたいと思って、それに関する政策ですかね。人に優しいデザインを作る人になりたい。デザイン学科ではいろんなお勉強ができます。皆さんもデザイン学科で自分の夢を叶えましょう。